ハローエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのアバルト69号先立ったアニバーサリーを紹介したいと思います。今日はアバルト69号先立ったアニバーサリオに乗っています。この車は1949年にカルロ・アバルトが設立したアバルト社の創立70周年を記念して作られたモデルで、専用色のベルデモンツァ1958をまとっています。すごくね、特徴的なカラーリングで街中ではかなり目立つ存在になっていると思いますけど、なんかね、このクラシックなグリーンカラーが可愛いこのフィアット500のデザインにマッチしていると思います。今日のワインディングはとってもいいコンディションで、風はほとんどなくて、お天気は快晴で、気温は今ちょうど摂氏12度ぐらいです。このぐらいの気温だとエンジンにも優しいと思うんで、今日はいいインプレッションができると思います。車のサイズは通常の69号と同じだと思いますけど、全長が3660mm、全幅が1620mm、全高は少しだけ低められている 1480mm、そしてホイールベースは 2300mm と、通常のアバルトのラインナップの車と同じだと思います。そして気になる車重は 1120kg。 この車重に関してはもう少し正直頑張ってほしかったななんて個人的には思いますけど、やっぱり量産車なんで仕方がないところなのかなと思います。以前ここで走らせたアセットコルセと比較すると、なんと190キロも重いんですよね。逆に言うとアセットコルセが軽すぎるのかもしれないですね。あとはね、外見上で大きく目を引くのはリアに付けられた大型のウィングなんですけれど、このウィングは最大60度の傾斜角まで立てることができて、12段階で細かく調整が可能なんです。そして FCA の空洞実験室で測定された数値は、時速200キロ時点で42キロのダウンフォースを発生しているそうです。車の形状自体そんなに空気抵抗が悪い車ではないと思いますので、このリアウィングから受けるダウンフォースの恩恵っていうのはドライバーには正直伝わりにくいのかななんて思います。タイヤのサイズは205/40/17インチを前後に履いています。ブレーキなんですけれど、フロントはブレンボ製の4ポットモノブロック製ブレーキキャリパーが装着されています。リアはシングルピストンのブレーキキャリパーという組み合わせになっています。フロントに搭載されているエンジンは直列4気筒 DOHC16 valve ターボエンジンです。このエンジンは通常のラインナップに 1368cc の排気量から最大出力180馬力を5500回転で発揮しています。最大トルクはスポーツモードで250ニュートンを3000回転で発生しています。このスポーツモードっていうね、ボタンがついてるんですけれど、これを使わないとトルクは230ニュートンまで下がってしまうみたいです。で、このスポーツモード存在を知らないでね、最初乗り出したんですけど、今ねちょっとボタンを押してみましょうか。これをねスイッチ入れると、まずメーターの表示が変わって、バックランプがね赤くなるんですよね。本当にミリ単位のアクセルの
レスポンスが劇的に良くなって、まあ、このスポーツモードをね味わってしまったらノーマルモードにはちょっとかったるすぎて戻せないっていう感じだと思います。そしてエアクリーナーが BMC 製がオリジナルで装着されているようなんですよね。この BMC 製のエアクリーナーってとっても優秀で、もう明らかにパワーアップするのが体感できるぐらい違いがあるんですよね。あとはエキゾーストの音が結構いい音を奏でてると思うんですけれど、この車はアクラボビッチ製のスポーツマフラーに交換されていました。まあ、ここのあたりのねチューニングも多少エンジンの特性とかパワーには影響していると思います。まあ、プラスの影響なんでね、インプレッションについてはこの車の評価を正しく伝えられるんじゃないかなと思います。そしてシャシーなんですけれど、フロントには強化されたスタビライザーが装着されていると思いますけど、リアにもコニー製の強化ダンパーとスプリングが装着されていて、そしてねマニュアル車のみらしいんですけれど機械式の LSD が装着されているみたいです。この機械式 LSD がねやっぱりコーナーの回答性の良さに貢献するんじゃないかなってちょっと期待しています。では少し速度を上げて上り坂をまず登っていきます。今ねモードはスポーツモードにしてあります。結構ねトラコンがこんな早く介入するとは驚きました。フロントのタイヤのグリップに対してエンジンパワーの方が勝ってる感じですね。
っとカチッとしててもいい気がしますね。これは多分ブレーキのねフルードを交換してあげることで解決する程度だと思いますけど、僕の好みはやっぱり踏んだら踏んだだけねガツンと効いてほしいんで、もう少しブレーキは欲しいところですね。トラクションコントロールの効きが絶妙ですね。本当にだからハンドルのね修正が全くいらない。で、あとはあのリアの LSD のねおかげで結構のタイトコーナーのね回答性はいいですね。ミッシュのねシフトスロープがねちょっとね大きい気がするんで、もう少しねストローク短い方がスポーツカーらしいですよね。どちらかというとね傾向としては上りよりも下りの方がアンダーステアがきつい感じがしますね。この辺りのねセットアップってロードカーなんでどうしてもね重たい重量物のエンジンがフロントにあるんでしょうがないってことでありますけどね。あとねシートもねこのサベルト製のシートなんですけどすごくホールド性がいいですね。このシートはねやっぱりこういう味付けの車にはぴったりですよね。やっぱり3500ぐらい回ってないとちょっと加速が鈍い気がします。もう、ね、そこから上はもう本当に気持ちよくトップエンドまでね伸びますね。でね、タームラムはねほんまないですと言ってもいいぐらい、まあ、本当に気持ちで少しだけね早めに早めにアクセル入れてあげた方が立ち上がり加速はもちろんいいんですけれど、サーキット攻めてるわけじゃないんでこれだけターボラムが出なかったら十分だと思います。タイヤがね温まってきたせいかさっきよりもトラクションコントロールが介入しなくなりました。アバルトの最強のパワーユニットを積んでるだけあって、まあ元気ですよね走りが。これならたくさんの人たちが夢中になるのも理解できます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。